皆さんこんにちは、スタダジージーの大久保さとみです。私は今スパイクチューンソフトサイバーパンク2077のブースに来ているんですけれども、早速ブースをチェックしていきたいと思います。 CD プロジェクトレッドの本間さんにお話を伺いたいと思います。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのブースの注目ポイントを教えてください。はい、そうですね、我々のブースはサイバーパンク2077というゲームの専用ブースになるんですけども、この巨大な建物の中でだいたい120人ぐらいがですね、入れる大きなシアターを作ってゲームプレイをお見せしているのと、あとはですね、あちらに見えます、バイクですね、ゲームの中に登場するバイクを、等身大のサイズで再現して、皆さんにですね、乗ってもらって写真を撮ってもらっているという、そういう出し物をしています。はい、ではサイバーパンク2077について教えてください。はいはい、サイバーパンク2077というのはですね、我々 CD プロジェクトレッドっていうポーランドの会社の、開発会社のゲームになるんですけれども、いわゆる物語指導型のオープンワールド RPG というふうになりまして、主人公はですね、 B っていう、まあ、傭兵みたいな、サイバーパンクっていうのは傭兵みたいなものなんですけれども、その広大なナイトシティっていうですね、架空の都市が再現されているんですけれども、はい、その中をこう自由に歩いていろんな仕事をこなして、そのお金を稼いでいかないといけないっていう形ですね。なるほど。はい、ではこの特設シアターについて教えてください。はい、ビジネスデーは約45分で、一般公開日は約25分から30分の開発者が、ゲームプレイを実際にして、それをリアルタイムに見ていただくという、ゲームプレイデモっていうのをやらせていただいてますね。なるほど。はい、トレーラーの映像を見たんですけど、はい、すごかったですね。ありがとうございます。特に最後の登場人物がすごい衝撃でした。はいはいはい、そうですよね、キアヌ・リーブスさんがですね、はい、やってらっしゃって、まあ、実はですね、昨日こちらのブースに来ていただいてるんですけど、はい、まだ東京刑務所が開いてない日なんですけれども、まあ、ちょっとお忍びでですね、来ていただいて、バイクに乗っていただいたりとかですね、ちょっとゲームプレイも日本語版を見ていただいたりとか。そうなんですか。はい、非常にクールというふうにおっしゃっていただいてたので、すごく気に入っていただいていて、もちろんゲームの中にも登場しますので、これからも音声収録であったりとか、いろいろと一緒にお仕事をしていって、まあ、来年4月の発売なんですけれども、それに向けて一緒にやってるっていう感じですね。はい、会ってみたかったです。あ、そうですよね。私はものすごく幸運にもですね、会って握手もできたんですけれども、おまけに写真も撮ったんですけれども、実はですね、そういった日本の皆さんに向けてメッセージをいただいてますので、はい、ぜひそちらの方ご覧ください。 Hello Japanese gamers, I'm Keanu Reeves acting as Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, an upcoming open world RPG gameDeveloped by CD Projekt Red. I invite you to Tokyo Game Show this weekend. And there I hope you will enjoy exclusive gameplay video demo. Thank you very much. Meo sama seyo, samurai. 皆さん見てください。こちらのバイクは主人公 B が乗るバイク、八重葉草薙の1分の1モデルが特別展示されています。来日されたキアヌ・リーブスさんも乗っていましたね。そしてこちらの女性は B のコスプレをされています。女性ですけどすごいワイルドでかっこいいですね。今撮影は NG だったんですけど、特設シアターでデモプレイを見てきました。いや、映画でしたね、あれは。肌や洋服の質感とかもすごいリアルで、キャラクターもいろいろカスタマイズが効きそうだったので、すごい楽しみになりました。東京ゲームショー2019の公式アプリではこの他にも各ブースの動画を配信していますので、ぜひチェックしてください。以上、スパイクチューンソフトサイバーパンク2077から大久保がお送りしました。